主文、カカオアルカラムを死刑ではなく、SCP の研究を進めるための実験対象になることを命じる。なんだって？こんばん、オブジェクト、ミステリー案内人です。なあ、案内人さん、SCP って確か。SCP とは、自然法則に反した異常な物品、存在、場所のこと。今回のお話は、そんな SCP とカカオさんが対峙するお話です。そういえばカカオってば、この前も災害に処刑されてたものね。詳しくは前の動画をチェックしてくれよ。しかしカカオ、SCP なんてヤバいもんに関わって大丈夫なのか？心配だわ。今回こそは生き残ることができるのか、早速見ていきましょう。ははは、SCP の実験対象になれるとは、僕はなんて運がいいんだろうね。ん？さあ、入れ。うわっ！おい、俺の腕に何を打ったんだ？教えてくれよ！後にわかるさ。さて、貴様らは D クラス以下のモルモットのような存在であり、使用権限はすべて私に一任されている。ということでまずは、お前だ！落ちろ！え？こうして博士が死刑囚に指を刺したその時でした。おいおい、なんだこりゃ！突然囚人の床が開いて落ちたかと思えば、防弾ガラスで区切られた隣の部屋に放り込まれることに。いっててててて、なんなんだよいきなり。ん？そしてその部屋にいたのは、すでに死に絶えた成人男性と青い人形だったのです。SCP-693。 はあ、おっかねえ光景だぜ。そうかい、僕には胸躍る最高のショーの始まりなんだけどね。そりゃいい趣味だな。というか D クラスって何なんだ？おや？ショーを楽しむために事前知識は必須だよ。 D クラスとは SCP 財団と雇用契約を結んだ元犯罪者たちの職員のことさ。はあ？やたら詳しいじゃねえか。じゃあ俺たちはその職員より冷遇されるだけってことかよ。少し前まで働いていたバイト先と大差ねえな。君の職場ではよく人が死ぬのかい？はあ？そんなわけないだろ。何言ってんだお前。報告書を読めばわかるが、多くの D クラス職員は悲惨な末路を遂げている。そして、それ以下の扱いを受ける僕たちは、死の覚悟は必須ということさ。は？なんだって？ほら、早速動きがあるようだよ。マイクテスト、マイクテスト。さて、では早速、その死体の毛髪を引き抜き、隣にある人形の糸の輪にくぐらせてもらおうか。うげ、君の悪い命令だな。なんでそんなことすんだよ。今すぐ処分されたくないなら黙って言う通りにするんだ。ちくしょう。やってやるよ。やればいいんだろ。こうして死刑囚が命令通り遺体の毛髪を引き抜き、それをくぐらせたその時でした。突然人型人形が動き出したのです。お、なんだ？どうなってんだよ。やめろ。近づくんじゃねえ。ぶっ潰すぞ。大丈夫だ。少し落ち着けよ。俺は、そこに寝てる男だぜ。え？さあ、少しおしゃべりをしようか。君の悩みを聞かせてくれ。相談に乗らせてほしいんだ。は？何言ってんだこいつ。君が悪いぜ。おい、あんな小さい人形が SCP だって言うのか？ああ、あの人形は SCP-693。髪の毛をくぐらせ、死体の男と同調したことで動き出したのさ。わけがわからないぜ。あの人形髪の毛の持ち主だなんて言いやがったが。SCP-693 の行動パターンは被験者。ここで言う髪の毛の持ち主の生死によって異なるが、被験者本人だと主張する点は、被験者が生きていようと死んでいようと変わらない。逆に異なる点は、生きている場合は、被験者の現在の行動、言動を真似し、
すでに被験者が死んでいる場合は真似をしない代わりに所有者の相談役として行動するという点だね。なるほどな。しかし行動を真似したり相談役になろうとするなんざ随分優しいやつじゃねえか。害があるように思えないぜ。ああ、ただしそれも8日目までだけどね。8日目？どういうことだよ。ふふ、お楽しみは9日後っていうことさ。3日後。なあお前、あれからあの人形と何かあったのか？いや、それがちっともだ。エアに喋り相手が増えたってくらいだな。ふふ、それはいいことじゃないか。その調子で無事に生き延びてくれよ。お？ああ、今のところ死にそうなことにはなってないからな。9日後。おい、起きるんだ。目覚めのいい朝、綺麗な光景が広がってるよ。ああ、なんだよ。ここじゃ太陽なんて見えねえぞ。こうしてカカオに起こされた男が目にした光景、それはすでに自らの意志で命を絶った死刑囚の姿だったのです。やはりこうなったか。 SCP-693 恐るべしだね。おいおい、どういうことだよ。まさかあの囚人は SCP のせいで死んだっていうのか。その通りさ。言っただろ、お楽しみは9日後だってね。 SCP-693 は同調から9日が経つと所有者を見つけ出し、その命を狙い始めるのさ。なんだって？ちなみに SCP-693 はそれぞれ赤色、青色、黄色、黒色に分かれていてね、色によって死へのアプローチが異なるんだ。赤は所有者を怒らせ、青は所有者を抑うつの状態へと導き自殺に至らしめようとする。黄色は所有者が一方的な性行為へ及ぶようにそそのかし、黒は所有者がより危険な状態に陥るように仕向けるのさ。それじゃあそこにいるのは青色だから。あの密閉された空間で SCP-693 から精神的な攻撃を受け続けたんだ。この僕でさえそう長くは持たないだろうね。ハハハハハ。惹かれてやがる。何なんだよマジで。 SCP-150 彼のあの席少し気になるね。ん？おい、うるせんだよ。今すぐその席を止めないと息の根は。うわあ！やれやれだね。びっくりした。大丈夫か？触んな。これも全部お前のせいだ。おい、なんなんだよお前。どうしたんだよその腕。え？うぎえ、あいつの腕まるで化け物じゃないか。やはり彼は SCP-150 に寄生されているんだ。 SCP-150？ ああ、先ほどあの死刑囚が話してただろう。さっき僕の腕に何を打ったんだ、教えてくれよ。後にわかるさ。それじゃああいつの腕に打たれたのはその SCP-150 だってことかよ。ああ、その通りさ。SCP-150 に寄生された宿主の体は約7日間にわたって体内に様々な変化をもたらすが、その最たる例が感染部位に一番近い四肢の変換なのさ。ちなみにその際に痛みは感じないし、自由に動かせるから、本人も腕が変わっていく違和感には気づけないんだ。なんだよこの腕。どうなってるんだよ。助けて。触んなこの化け物は。気持ち悪いんだよ。近寄るな。誰か助けてくれよ。何を怯えてるんだい。そんな立派な腕があるんだ、戦えばいいだけじゃないか。戦うって、僕にそんなことできるわけ。えい。うお、あれ、なんで僕にこんな力ないはずなのに。SCP-150 によって変換された四肢は体力、反射機能、
弾力性が向上するケースが多いんだ。それに畜生、化け物が化け物か。おい、自分の腕をよく見るんだ。君が言う化け物とお揃いじゃないか。そんな、嘘だろ。おい、どういうことだよ。なんであいつまで。彼は先ほどからずっと咳をしていただろ。あの咳によって SCP-150 が肺に産んだ卵が撒き散らされ、それに感染したということさ。おいおい、それじゃあ同じ空間にいた俺たちもヤバいんじゃないか。俺の腕普通だよな。心配はいらないよ。 SCP-150 が人を媒体にして感染する確率なんて 1% 以下だ。まあ、あの二人はあれだけ至近距離にいたから確率は跳ね上がったかもしれないが。いい、おっかねえな。それに万が一 SCP-150 に寄生され、最終的に脳や脊髄まで同化されても、宿主の意思や行動は何も変わらないんだ。 SCP-150 に対した実害はないよ。腕がああなってるだけで大損害だと思うがな。でも、じゃあなんで博士はわざわざ SCP-150 なんて打ち込んだんだ？これも実験のためさ。ほら、早速始まるようだよ。うわ、なんだこれ。畜生。よし、では何か座るものの名称を言うんだ。椅子。ふむ。では草の色は？草の色、緑だ。うげ、あいつら脳みそ丸見えのまま話してるぜ。一体何の実験をしてんだよ。それは死刑囚の開いた頭部をよく見ればわかるよ。ほら、いるだろ。え、なんだよ。気持ち悪い虫みたいなのがうじゃうじゃいるぞ。あれが SCP-150 の正体さ。そしてあの実験は死刑囚の脳組織となった。SCP-150 の個体群をそれぞれから摘出し、交換するのが目的だよ。死刑囚同士で脳みそを交換するのかよ。でもそんな気色悪いことに何の意味があるってんだ。いや、それがとても興味深い現象が起きるんだ。なんせ、俺たち、僕たち、入れ替わってる？脳組織を交換した者同士で意識が入れ替わるという報告書が挙げられているんだからね。傑作じゃないか。まさにアカデミー賞ものだよ。悪夢だ。SCP-035。 はぁ、何なんだよこの施設。何もかも気色悪いぜ。特に。僕も誰かと入れ替わってみたいね。その中でも特にてめえだ。もう二度と俺に話しかけんじゃねえ。なんだって？やれやれ、主人公に対してその発言は完全な死亡フラグだね。ま、でも尺的にもちょうどいいタイミングだよ。あ？うわあああうわ、畜生、油断したぜ。ここはなんだ？こうして新たな死刑囚が実験室へと落ちると、そこには目と口から謎の液体が流れ続ける白い仮面が置いてあったのです。おい、何なんだよあれは。やれやれ、あの仮面は SCP-035。言っておくが、その液体に触れると、ガラス以外のあらゆるものは即座に崩壊する。絶対にその液体に触ってはいけないよ。わかった。誰もあんな気色悪い仮面なんかに触らないぜ。なんか、猛烈に被りたくなってきたぞ。よく聞くんだ。SCP-035 は、1.5 メートルから2メートル以内に近寄るか、視覚的な接触をした人間に対し、それを装着させたいという強い願望を持たせるんだ。もう我慢できねえ。俺は人間をやめるぞ、カカオ。その仮面をつけたら最後、SCP-035 に脳死へと導かれた後に、肉体は衰弱し、
ミイラになってしまうというのにかい？そういうのはもっと早く。いや、はじめまして。私は君のような博識ある人間がとても好きなんだ。ぜひお友達に、いや、親友になってほしいね。SCP-035 はカリスマ性にあふれ、誰にでもお世辞を言う。そして、対話相手を言葉だけで自殺へ導いたり、自我を書いた操り人形にすると聞いたが、本当かい？ふむ、なるほど。よく調べているじゃないか。つまらないな。ふふ。でも君と会話できたことは貴重な経験だったよ。どうもありがとう。SCP-682。うわっ！いってででで。やれやれ。ようやく僕の出番かと思ったら、残された囚人全員が落とされるとはね。ん？こいつは。はっはは。これは、さすがに参ったね。さあ、今君たちの目の前にいるのは、クソトカゲや不死身のドラゴンと呼ばれる SCP-682 だ。この SCP は、巨大なワニのような見た目とは裏腹に高い知能を持ち、生命すべてに強い憎悪を抱いている。そのため、SCP-682 は何度も脱走を繰り返しては、そのあまりに強力な力によって甚大な被害をもたらしている。そうだね。ああ、事実、すでに計6度も脱走されていてな。SCP チームも完全な破壊を試みたが失敗に終わったんだ。そこでだ。貴様らにはそこにある全ての武器を駆使し、SCP-682 の破壊を試みてもらいたい。完全に破壊できたその時は、釈放の手続きを速やかに行おう。本当か？これだけ武器があるんだ。でかいだけのトカゲくらいわけないぜ。おい、協力しろ。お、処刑されるなんて真っ平だぜ。よし、それじゃあ行くぞ。おーりゃー。どうだ？やった、やったぞ。倒したんだ。おいおい、楽勝じゃないか。これで晴れて自由の身だ。おい、見てんだろ、さっさと出しやがれ。こうして死刑囚たちが喜びを分かち合っていたその時でした。いや、ダメだ、全然なってないな。え？うわあ！一瞬で回復した SCP-682 によってカカオ以外の死刑囚は全員殲滅されてしまったのです。ふむ、もう少し前線して欲しかったが、所詮はこの程度か。やれやれだね。SCP-682 に驚異的な再生力と回復力、噂以上だな。さて、どうしたものかな。どうすることでもないさ。SCP-682 は体を再生させる際に自身の形態を変化させ、外敵からの攻撃に適応する。同じ攻撃ではダメージすら負わないんだ。とんだチート能力じゃないか。だからって僕が生き残る可能性はゼロじゃないけどね。さーて、まだまだ遊ばせてもらうよ。ふん、無駄な抵抗をしやがって。おい、どうせあいつも時間の問題だ。万が一でも脱走されないよう、部屋の中に塩酸を流し始めろ。わかりました。数十分後。まだまだ、おりゃもう塩酸で皮膚も溶けてボロボロだ。とはいえ、本当に楽しい時間だったよ。SCP-682。ふん、ようやく諦めたか。では、一思いに最後は私の手で貴様を処刑してやろう。おいおい、誰が諦めたなんて言ったんだい？ちょうど準備ができたところだよ。準備だと？黙って見てるんだね。さあ、来い、SCP-682。なんだ、一体何をするつもりだ？僕が彼に攻撃を続けたのは、倒すことが目的じゃない。この意味、わかるかい？おいおい、ひょっとしてお前、SCP-682 の形態変化を利用して、
その通りさ。僕はただ SCP-682 にこの板金で補強された壁を破壊してもらいたかっただけなんだからね。肉を切らせて骨を断つとはこのことだね。畜生、機動部隊を呼べ。緊急事態発生だ。はい。 SCP-1983。 どうにか無事に脱獄することができたようだね。それにしても体がボロボロだ。ん？あれは。まあいい、ひとまずあそこで休ませてもらおうかな。こうしてカカオが廃屋の正面玄関から中に入ろうとしたその時でした。ある異常事態が発生したのです。これは、扉の内側が異空間になってるじゃないか。何が何だかわからないが仕方ない。外にいるよりはマシなはずだね。ここは、ん？心臓を抜き取られて即死か。それにしても、こんな綺麗に取り出す方法なんて、待てよ。玄関から繋がる異空間に、綺麗にくり取られた心臓。これはもしや、ん？あいつはひょっとして、ち、最悪のシナリオ完成だね。待つんだ。見失ったか。とはいえ間違いない。さっきの黒い人影は SCP-1983-2。この状況下で戦っても勝ち目はない。早く出口を、ん？これは。こうしてカカオが途中で目にしたもの。それは数えきれないほどの脈打つ心臓だったのです。こんなことが実在するとはね。あ、君を倒せる武器は唯一祈りを込めた銀の銃弾だが、僕はあいにくそんなものは持ち合わせていない。だからこそこれだけは言っておくよ。次会った時は必ず君を仕留めてみせる。覚悟するんだね。おいおい、最後の SCP って一体どんな化け物なんだ？ SCP-1983 は異空間へとつながる農家の廃屋と二足歩行の黒い人影によって構成されており、それぞれを SCP-1983-1-2 と呼称します。そしてカカオさんが最後に見つけたあの心臓は SCP-1983-2 が新たに生まれる卵のような役割をしているんですよ。うへ、マジかよ。知れば知るほど SCP って奥が深いんだな。でもカカオってば、 SCP に絡むたびにデス落ちね。なんだか心配だわ。 SCP がそれだけ危険な物品、存在、場所だということです。でも小杖さん、今回はデス落ちじゃないんですよ。え？じゃあなんだって言うのよ。それはこの後のおまけで紹介しましょう。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。うぅ、ここは初めて見る場所だね。それにやけに目線が低い気がするけど。って、おい、あそこにスライムがいるぞ。スライムだって？それでなぜ僕の目の前に立つんだい？それじゃあまるで僕がスライムみたいじゃないか。おいおい、嘘だろ。こうして今流行りの異世界転生によってまさかのスライムになってしまったカカオ。二度と負けないと心に誓った男の冒険が今始まりません。次回からはちゃんと元のカカオになれたら。これからも応援よろしく。